大神くん、こっちよ。秘密。たまには二人でお出かけするのもいいでしょ。それとも、私とじゃ物足りない？ ごめんなさい。ちょっと意地悪だったわね。大神くんが あまりにもつまらなさそうにしているから、いじめたくなっちゃったの。あら？あそこにいる子供、どうかしたのかしら？僕？どうしたの？お姉さんに手伝えることある？あのね、おばちゃん、この手紙をポストに入れたいんだよ。 高くてさ、なかなか入らないんだよね。そう、ちょっと貸してもらえる？お姉さんが入れてあげるわ。あ、はい。お姉ちゃん、これです。これは僕？この手紙 本当にこの宛名で出すの？うん、帝国歌劇団に出すんだよ。そうだよ、みんなで応援の手紙を書いたんだ。そう、実はね、お姉ちゃんたち帝国歌劇団と知り合いなの。だからお姉ちゃんたちから渡しておいてあげるわ。それでもいい？ 本当にいいの？じゃあ約束だよ。ちゃんと渡しといてね。はい、大神くん、この手紙をどうするかはあなたが決めなさい。そうね、ちゃんと読んであげて。子供たちの気持ちが
その手紙には詰まっているはずだもの。でも、その気持ちがあれば、次は大丈夫。きっと大丈夫よ。ほら、しっかりしなさい。今の気持ち、ずっと忘れないでね。よろしい。それじゃ、行きましょうか。どう、大神くん。なかなかいいお店でしょう。大神くん、どうしたの？さっきの男の子のこと気にしてるの？そう、今日はこんなところに来ない方がよかったわね。余計なことしちゃったかな。大神くん、考えることがたくさんあるのにね。そうよね。良かれと思ってやってみてもおせっかいになっちゃうのよね。私、副司令、失格ね。ありがとう。そう言ってもらえると本当に嬉しいわ。大神くんに謝らないと。ごめんなさいね。ちょっと試しちゃった。さっきのはお芝居なの。上に立つ人間は簡単に弱音を吐いてはいけない。そうだな。下の人間は安心して戦うことができないでしょ。そのこと大神くんに分かってもらおうと思って。どう？舞台に立てるかしら。あのね、大神くん、私だって弱音を吐きたい時はあるわ。でもみんなの前ではしっかりしなきゃって、そう心がけているのよ。そう？本当はそんなことないのよ。二人きりの時だから言うけどね。ねえ、大神くん、弱音を吐きたいなら私にそっと話して。どんなことがあっても私はあなたの味方だからね。そうね、私も応援するわ。しっかりね、大神くん。
いい考えも浮かびませんよ。気分転換も大切でしょ。ほら、早く行きましょうよ。全部の乗り物に乗らないといけないんですから。なんだよ、帝国歌劇団は負けたりしないで。どうしたの僕、お友達と喧嘩したの？だってあいつら帝国歌劇団が負けたって言うんだもん。新聞の号外に書いてたって。でもそんなの嘘に決まってるよ。大神さん、ここは私たちが。ねえ僕、この前の戦いで帝国歌劇団が負けちゃったのは本当のことよ。え、やっぱり。だけど帝国歌劇団の人たちは絶対に諦めたりしないわ。もう一度戦ってくれる。ほら、帝国歌劇団はいつでも私たちのために戦ってくれてたでしょ。うん、たった一回負けたくらいで君は帝国歌劇団のことを嫌いになっちゃうの？嫌いになんかなるもんか。だって僕、大きくなったら帝国歌劇団に入るんだ。だから絶対に嫌いになんかなるもんか。お兄ちゃん、帝国歌劇団はまた戦ってくれるよね？よかったですね。それに大神さん、あの子との約束私たちも聞いたからね。帝国歌劇団に二度の敗北はない。大神さんかっこいいです。私応援します。よし、それじゃ私たちも行きましょう。花屋敷遊園地の乗り物が私たちを待ってますよ。あ、待ってよ椿、最初はジェットコースターって決めてるんだから。それじゃあ私たちも行きましょうか。遊んだのって年末以来じゃないの？まだお正月ですよ。遊んでばかりじゃないですか。さてと、次は何に乗りますか？もういい時間ですし、これで最後にしましょうね。そろそろ帝劇に帰って晩御飯の用意をしないといけませんからね。はーい、わかりました。私、大神さんと観覧車に乗りたい。ね、いいですよね。それじゃあ大神さん、私とボートに乗らない？ゆったりするのもいいでしょ。私は少し休ませてもらいます。大神さんもご一緒にいかがですか？それじゃあ大神さん、行きましょう。
あの、大神さん、私、高いところってちょっと苦手で、だから降りるまでこうしていてもいいですよね。あの、実は夢だったんです、こうやって二人きりで観覧車に乗るの。でも今までそう思える人に出会えなかったんですけど。さすがにてっぺんまで来ると揺れますね。結構怖いです。もう少し頑張れるかと思ったんですけど。しないでね。大神さんとじゃなきゃ嫌ってわけじゃないんだから。ほら、あれよ、男の人の方がボートを漕ぐの上手だと思ったからなんだから。もう一度言っておくけど、勘違いしないでよ。仕方がなかったんだからね。小さいボートがなくて二人で漕がなきゃいけない大きいのしかなかったんだから。そうでなかったら並んで漕いだりしないんだからね。そういえば大神さんは海軍の少尉だったのよね。それがどうして歌劇団に？後悔してる？こんな大変な任務についてしまったこと。今まで必死に戦ってきても、たった一度の敗北で全てを否定されて。うん、私もそう思う。それに大神さんなら後悔なんかしないと思ってた。後悔するような人、私が気に入るわけないし。それに私、大神さんに期待しているの。きっと何とかする人だって。しっかりしないとダメよ。絶対に勝ってね。
私が応援してるんだからね。それと大神さん、あのね、別に私のことは気にしなくていいからね。ううん、なんでもない。今はもう少しこのままでいさせてね。大神さんがご一緒してくださるというのなら、ぜひお願いいたします。今さら何言ってるんです。大神さんも一休みしたいって言ったじゃないですか。いいんですよ、今日は大神さんに無理を言ってお付き合いいただいたのですし。それにこうしていると私も落ち着きますから。大神さんは花組の隊長としていつも気を張っているでしょう。ですから二人きりの時ぐらいは私に甘えてもいいんですよ。どういたしまして。だってこれぐらいのことしか私にはできないんですもの。大神さんと一緒に戦いたくても私には霊力がありませんし、舞台にも立てません。だからせめて大神さんの支えになろうってそう思っただけなんですよ。優しいんですね。ねえ大神さん、人はお互いの心をすべて知ることはできません。自分のことを分かってあげられるのは自分だけだと思うんです。だからまずは自分を味方につけて自分を信じてあげてください。大神さんの頑張っている姿にみんなが共鳴して力を貸してくれるよう、理解してくれている人をなくさないよう精一杯頑張れば十分ですよ。それではご褒美に私のお願いを聞いていただけますか。私が疲れた時は大神さんの膝枕で甘えさせてくださいね。
Thank you.
死ぬ時はお前たちも道連れだ。潰してくれる。とりあえず、帝都の平和が守れたわね。そうかしら。また、戦争が始まるの？どんなことがあっても、私たちはこの帝都を守らなくちゃいけないのよ。覚めよ、呪われし者ども。我が元に集い、破滅の笛を吹き鳴らすがいい。次回、桜大戦、現れた最終兵器、大正桜、ロマンの嵐。サタン様が望まれる。